未来派とは、フトゥリズモとも呼ばれ、過去の芸術の徹底破壊と、機械化によって実現された、近代社会の速さを称えるもので、20世紀初頭に、イタリアを中心として起こった、前衛芸術運動。この運動は、文学、美術、建築、音楽と、広範な分野で展開された。1920年代からは、イタリアファシズムに受け入れられ、戦争を、 世の中を衛生的にする唯一の方法として賛美した。ウンベルト墓長に、都市の成長アントニオ・サンテリアによるビルデザイン案、ウラジー・ミル・マヤコフスキーによる政治宣伝ポスター1909年、イタリアの詩人フィリッポ・トン・マーゾ・マリネッティによって未来主義創立宣言が寄贈されたことが発端である。よりセンセーショナルにするため、前世紀の有名な共産主義者宣言に習い、 題名には宣言が使われた。内容は前年に出版されたジョルジュ・ソレルの暴力論に影響されており、あらゆる破壊的な行動を賛美する非常に過激なものだった。未来派の思想は未来主義と呼ばれることもある。未来派の主要な芸術家、美術家としては以下のような人物が挙げられる。産業革命以降、ヨーロッパでは中世の封建社会から 資本主義社会への転換が起こり、それに伴い様々な社会情勢も劇的な変化を遂げた。また、科学技術の進歩により戦争に人間を大量に殺戮する兵器が投入され、近代戦争へと変容した。旧来の価値観の変化と、それに伴う社会不安を背景に、19世紀末頃より表現主義芸術が交流し始める。未来派は、 表現主義芸術の影響を受けつつも、もっと純粋に肯定的に、近代文明の産物や機械の登場によって生まれた新たな視点を芸術に取り入れようとした。画家たちは、今でいう高速度撮影の連続写真のように、主題となる対象物の動きを一枚の絵に同時に描くことで、運動性そのものの美を描こうとした。マリネッティが、 動力派というネーミングも候補にしていたことから、未来派が思考していたところがわかる。ルイジルソロは、ノイズミュージックの原点とも言えるミュージックアート、騒音芸術を創造した。この運動に作曲家のジャチンとシェル氏は最年少で、加わった。未来派が来参したのは、工業機械文明や都市化に欠かせない速度、運動、雑音といったテーマであり、それは例えばスポーツ、自動車、飛行機、 都市、鉄道、機械などに表彰され、究極的には戦争の賛美にもつながっていった。未来派の芸術家たちの一部はやがて、抗戦的で戦争や破壊を新しい美とする部分の認識で共通していたファシズムの政治運動とも関わりを深めていく。首相者のマリネッティ自身も右翼行動団体、戦闘ファッシの一員だった。しかし、1920年5月、 ベニート・ムッソリーニが国王及び教皇の追放という未来派の要求を廃したことなどからマリネッティをはじめとする未来派の多くが党から脱退した。1922年共産主義の文化組織が主催する未来派の展覧会が複数開催。しかし、ムッソリーニ政権が誕生した1923年、マリネッティは未来派とファシズムの友好関係を謳う声明を 発表、1924年、再びマリネッティは、ファシスト党へ再入党する。その過程において、思想的矛盾やファシズム政党への反発などにより、芸術家たちの内部離反を招き、後期には、未来派は、大敗芸術と、イタリア国家からみなされて活動が制限され、崩壊していく。未来派の芸術運動は、ロシアでも起こり、その後のロシア構成主義芸術や、 ダダイズムの画家たち、現代を音楽や演劇、バレエなどに伝播し、様々なジャンルの前衛芸術家たちに影響を及ぼした。一部の芸術家がファシズムと結びついたことで評価を受けなかった時期もあったが、政治的な立場が異なったアントニオ・ブラム氏などからの評価や、現代においては工業的テクノロジーを芸術に取り入れた先駆性の部分が再評価されている。機銃 走者をも圧倒するかのように方向する自動車は、サモトラ家の日家よりも美しい。より引用フィリッポトン・マーゾ・マリネッティは1909年2月29日、パリのフィガロ・神に未来主義創立宣言を発表した。全11箇条のうちの第4条に、この有名な言葉が登場する。速度伸びの華々しい商用である。それを体現するのが、自動車。 対照的に引き合いに出されるのがサモトラケの日記である。網膜、上でイメージが持続することにより、運動する物体は増殖し、変形し、連続して正規し、振動のように空間の中を通過する。従って失踪する馬の足は4本ではなく20本であり、それらの動きは三角形を成す。ミラノ、1910年4月11日画 ウンベルト・ボッチョー・ニガカ、カルロ・ダルマッツォ・カルラガカ、ルイジル・スソロガカ、ジャコモ・バンラガカ・ジーノ・セベリーに未来派運動指導部、ミラノ、ベネツヤ通り61番地日本において、初めて未来派が紹介されたのは、1909年に、スバル市場に掲載された森外による未来派宣言の翻訳として出会った。その後、1917年のロシア革命を避ける、 形で、ロシア未来派の父、ダビド・ブル・ルークらロシア未来派の面々が日本に移住してきて、各地で大規模な展覧会を開くに至って、未来派というものが、日本でも本格的に知られ始めるようになる。1923年には、木下周一郎とブル・ルークの協調による本格的な未来派の紹介書、未来派とは答えるが出版され、美術家や、 文学者に広く影響を与えた。日本における主な未来派としては、大正9年に未来派美術協会を設立し、独自の美術表現をした、不問赤月などがある。福田和也、イデオロギーズ新庁舎2004年5月。ただし、以上の経緯から、日本において受容された未来派が、イタリア未来派ではなく、ロシア未来派であることに留意する必要がある。ありがとうございます。